144号ではパワステポンプとリザーバータンクを組み立ててエンジンのフロントカバーにプーリーを取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ04のボルト3個をパーツ02の配管にはめ込んで接着します。次に組み立てた配管にパーツ01のパワステポンプリザーバータンクを合わせパーツ12のネジで固定します。次にパーツ03のタンク上面を組み立てたリザーバータンクにはめ込んで接着します。次に組み立てたパワステポンプにパーツ05のプーリー A を合わせパーツ09のシャフト A を差し込んで固定します。次に142号で組み立てたエンジンのフロントカバーにパーツ08のプーリー D を合わせシャフト A を差し込んで固定します。続けて組み立てたフロントカバーにパーツ06のプーリー B を差し込み、さらにプーリー B の穴にパーツ07のプーリー C の凸部をはめ込みパーツ10のシャフト B を差し込んで固定します。これで144号の作業は終了です。アッシャー